ザ・セミファイナルシングルマッチ20分一本勝負を行います。第6回のセム、これから始まるのはセミファイナルになります。20分一本勝負、そう場内ではコールされました。さあ姿を見せてきましたのはノアマット初参戦、そしてセム初登場になります、ヘッド・ゼビアス・ジュニアです。ゆっくりと今場内を見渡しながら、今昇進、身長185センチの24歳ヘッド・ゼビアス・ジュニア、今紫のセムをマット初登場になります。さあこのヘッド・デビアス・ジュニアの対戦相手はケンタです。ケンタが今姿を見せました。このノア、そしてセム、このマットの戦いの激しさを誰よりも知る男がヘッド・デビアス・ジュニアの相手ということになります。青コーナー230パウンドヘッド・デビアス・ジュニア。お父さんはあのヘッド・デビアス、往年の名レスラーです、ヘッド・デビアス・ジュニア。赤コーナー195パウンドケンタ。ノアの戦い、その厳しさを教えますケンタです。20分一本勝負のシングルマッチ、この試合がセミファイナルになります。今両者これからボディチェック、今テッド・デビアス・ジュニアが終わりました、そしてケンタ。さあこの静けさの中、20分一本勝負のシングルマッチ、今ゴングが鳴りました。果たしてこのテッド・デビアス・ジュニアがどのくらいその強さを、デビアスコールを促していますが、もちろんこの日本のリングです。ケンタにとってのホームグラウンドであることには間違いありませんが、ヘッド・デビアス・ジュニアがデビアスコールを促します。さあ試合が動きます。組み合ってバックに回ったケンタ、非常に恵まれた体格を誇りますヘッド・デビアス・ジュニアです。腕を取り返しました。ノアマット初参戦、そしてセムも初登場になりますヘッド・デビアス・ジュニア、腕を取り、そして取り返していったケンタ、非常にその手足が長い、その長身、立派な体格をどう生かしてくるでしょうか。おっと足を取りました。上になったのはテッド・デビアス・ジュニア、しかしすぐさま腕を取り返しましたケンタ、カバーに行きます。親子3代プロレスラーというこのテッド・デビアス・ジュニアです。おじいさんがマイク・デビアス、そしてお父さんがテッド・デビアス、その息子2人が共にプロレスラー、このヘッド・デビアス・ジュニアが次男ということになります。飛び越えたケンタ、ドロップキックは高い打点、後ろからケンタ背中を見せてはいけません、同じように返していきましたケンタです。切り返してショルダータックル、飛び越えていったケンタ、何を持ってくるかヘッド・デビアス・ジュニア、当たってあとこの長身のドロップキックもかわされました。さあグラウンドに持っていきます、そして足で首を捉えますテッド・デビアス・ジュニアです。セミファイナルのシングルマッチです。このテッド・デビアス・ジュニア、まあ、タイツのところを見るとよくわかるんですが、3つの星、このテッド・デビアス・デビアス家の家紋であります、その3つの星がタイツに縫い取られています。おじいさんがマイク・デビアス、お父さんはテッド・デビアス、日本マットでも大活躍を見せました。まあ、息子世代がこうやってまた日本に来てというこのプロレス自体の歴史の長さというものも感じるこの若い世代の台頭です。カバーに行きます。まあ、もともとお父さんも非常にテクニックで鳴らしたタイプの選手です。スタン・ハンセンとのコンビでは世界最強タッグ決定リーグ戦優勝経験もありました。ラリアット落ちます。抱え上げて、この高さは脅威です。放り投げていきました、そしてエルボーです。このテッド・デビアス・ジュニアにはコブラクラッチからの一連の流れ、ミリオンダラードリー、そしてミリオンダラーバスター、そしてドリームクラッシャーという流れを作れればヘッド・デビアス・ジュニアにとっての
勝ちパターンということになります。ただ一発の蹴りであり、あるいは膝であり、打撃で流れを変えるのが健太です。さあ立ち上がってきて顎を砕きました健太です。お、エルボースマッシュを打ちました。下から勝ち上げていきます。まあ、背の高い相手にとっては有効な攻めになります健太。ミドルキック、さあ健太の蹴りが出てきました。これにどう対応していけるでしょうか。テッド・デビアス・ジュニアです。まあ、お父さんのテッド・デビアスがアメリカからの強豪選手ということで、まあ、二十数年前に来日し、そして今度はこの息子のテッド・デビアス・ジュニアが日本マットにある面若い力として日本マットにどのくらい食い込んでいけるかという立場、またその時間の流れ、歴史というものも感じます。サードロープをつかみました。ちょっと息が荒くなってきましたテッド・デビアス・ジュニア。一方の健太はまだそれほど汗もかいていません。場外戦を仕掛ける健太です。追いかけます健太が追いかけて、まだ立ち上がることのできないテッド・デビアス・ジュニア。接着に振りました。随分とスタミナもロスしているようです。腰を強打しました。まあ、開幕戦の6人タッグ 4.1 の後楽園大会での対戦もありますが、果たしてここでまたこの健太の打撃をシングルマッチ逃げ場のないところで食らって、どこまで、あーっと、今客席ハイクイスのところに投げ捨てられました。随分とこのテッド・デビアス・ジュニアの息が乱れる、そんな荒い息遣いが聞こえるようになりました。さあ余裕のカバーのケンタ。若い世代が活躍するこのセムのマットの中にあってはもうかなりのキャリア、実績、まあ、ずば抜けたものを持っているのはこのケンタと言っても過言ではないでしょう。言ってみればここまでを見てみましても余裕の試合運びでテッド・デビアス・ジュニアを攻めていきます。長い手足がバタつきます。身長は185センチ、体重103キロのテッド・デビアス・ジュニアです。ぐーっと締め上げていきます。まあ、打撃の多い健太ではありますが、こういったグラウンドでも十分スタミナを奪っていきます。非常に両者の表情、息遣いが対照的なシングルマッチになりました。もう汗でこの、あるいはそのミドルキックの影響でしょうか、上半身のあたりが赤くなってきているテッド・デビアス・ジュニアです。切り返したが健太が後ろに回るローリングスパット。おー、これはかわした。トップロープ越しに健太が場外に飛んでいきました。テッド・デビアス・ジュニアにとっては形勢逆転なるかというタイミングになりました。